七戸城は、青森県上北郡七子町に所在した、日本の城。別名、白洋城。国の史跡。中世から近世にかけての平山城で、七戸川支流の作田川左岸に位置し、標高40メートルの丘陵に置かれた。南北朝時代に南部正長が築城したと伝えられているが、考古学的調査の結果からは14世紀後半の南部正光により築城されたと考えられている。天正19年城主七子華谷は、九戸正美の乱で旧古城に籠城し、滅亡した。翌20年、諸城派客諸城に、額信軍のうち七子平城派、信岡海代官横沢左近とあり、城は破却されたが、津軽に対する配慮から、決所地の七子領は朝水城主南部真偽の三男、南部直勝に与えられ、後に、七戸氏の名跡を継がせ2300石を、領地氏や老職を世襲した。三代目重信は、南部氏27代、盛岡藩初代藩主。南部利直の逸男で、寛文4年に、本家29代、第3代盛岡藩藩主を継承、藩の直轄地となり、城内に代官所が設置され、陪臣も南部加治紀臣に昇格し七子御給人と称された。元禄7年重信の睦男正信は、盛岡藩5代藩主南部行信は5000石を内分され幕府旗本寄り愛席として別家を建てる。文化元年8月、幕命による郷村課名付帳の作成に際し、野辺寺、七子代官所が城郭に次ぐ要害屋敷と書き上げ幕府の承認を得た。文政2年、五代南部主税新隣は、盛岡藩11代藩主南部利高氏から6000石を、加増され1万1000石の大名に列する。安政5年着信誉は、北方警備の功績により、城主格大名に昇格するが築城に至らなかった。7代、南部臣民は、戊辰戦争に際し、奥羽越列藩同盟に参加して敗戦。家督を南部臣民に譲り隠居する。明治2年に七子藩が創設され、南部臣民が七子知藩事に任じられ、藩庁がここに置かれた。明治6年に廃城と決まった。1941年12月13日に、国の史跡に指定された。現在は白洋公園として整備されている。ありがとうございます。